本日もよろしくお願いします。はい、お願いします。本日は、はい、今話題のアルファードについて、はい、アルファードについてですね、ここに、はい、アルファードについてですね、はい、自社の製品で何かできること、はい、そうですね、一応ね、このお題みたいなやつを作ってきたのでちょっとそれでやります。まあ、この40系のアルファードがアルファードベルファイアが発表されて非常に盛り上がってるところですよね。これね、ビートソニックでも1台買いました。はい、Z グレードのねアルファード1台買って、まあ40系のアルファードで何かしら製品開発ができないかなというふうに思ってるんですけども、ちょっとまだ車が来てないですし、ちょっとまだいつ来るかも分かんないもんですから、今日は1個前のね30系アルファードについてのね、紹介をしようかなというふうに思います。はい、お願いします。はい、で、まあ、今回はねこれだよね、30系のアルファードベルファイアで何ができるのか、まあ、このビートソニックの製品を使って、まあ、どういったことができるのかなっていうのをね、紹介できればいいかなと思います。はい、はい、ね、うち結構このアルファードベルファイア用の製品は いろいろありまして、いろんなことをできるんだけど、いわゆる純正のね、元々の車にはついてないものを後付けで何かやれるようにするよという製品をいろいろ出しています。はい、で我々の製品でできるのは、まあ、大きく分けると、まあ、こんなところかなと思ってます。この動画多分結構長くなっちゃうので、前半と後半とちょっと分けてね、紹介しようかなと思いますので、よろしくお願いします。30系のアルファードベルファイアはこんな感じでね、いろんな純正装備があって、まあ、前期と後期、ね、前期が平成27年から令和1年の12月、後期が令和2年の1月から、まあ、つい先日までとこういう形になっているんですけども、前期と後期で、違う製品の紹介ということもありますし、まあ、その他にもメーカーオプションのナビとディーラーオプションのナビとか、あとは後期で言うとディスプレイオーディオ DA とかって呼んだりするんですけども、 DA がついている車とメーカーオプションのナビがついているナビっていうふうにいろいろ装備が分かれるので、まあ、こんなようなね表を今日は作ってみました。分かりやすいですよね。はい、非常に分かりやすいです。で、今日は何度もねこの表にを振り返りながらになりますので、よろしくお願いしますと。で、まずねこの映像入力、ミラーリングとかって呼んだりもするんですけども、この製品をね、ご紹介しようかなと思います。じゃあまず最初に、映像入力とは、この絵にあるように iPhone とかねスマートフォンから映像を取り出して、その映像を純正のモニターに映す、まあ、純正のモニターじゃなくてもいいんだけど、その他のモニターに、大きなモニターに映すみたいなところを、まあ、映像入力って呼んだりとか、ミラーリングって呼んだりしてます。で、映像入力できるデバイスというかね、映像ってどんなものがあるのということなんですけども、まあ、ここにある Amazon が出している Fire TV と呼んでいるインターネット動画をね再生するための専用端末みたいなものですとか、あとは、まあ、iPhone と Android みたいなものもミラーリングができますので、まあ、これに関しては、できるできないとか、ミラーリングするためにはこの製品も買ってねみたいなちょっとややこしいところあるので、概要欄にそのミラーリングができる携帯とそうじゃない携帯みたいな形の、まあ、診断ページみたいなものがあるので、その URL 貼っときますので、そちらを見てもらえばいいかなと思います。はい、じゃあこのミラーリングですけども、この A から、ね、F までこの前期後期、あとは純正装備によってねいろいろ分かれますけども、全部でできます。どのお車でもミラーリングはできますので安心してください。ただ、この A から F まで分けたこの純正装備とかによるね、いろんな区分けによって、用意するものっていうのが変わりますので、それを今回ちょっと ご紹介しようかなというふうに思います。じゃあまず上からねいきますね。こうやって見ると分かりやすいですよね、色がついて、まず前期のメーカーオプションナビ、まあ、メーカーオプションナビって呼んだりとか、JBL サウンドシステムがついているので JBL ナビって呼んだりとか、
あとは T コネクトナビみたいな感じで呼んだりするんですけども、まあメーカー装着のナビゲーションのことですね。この場合は、ここに書いてありますように、AVC39 と IF36 というね、ものを ありがとうございますを買ってもらえれば映像入力ができます。で、この AVC39 っていうのは、この純正ナビ、メーカーオプションナビにアナログ映像を入力するための製品ということですね。この IF36 という製品なんですけども、こちらは、HDMI の映像をアナログの映像に変換する製品です。はい。でこれね、車専用に設計されたもので、非常によく売れてるんですけども、ここに HDMI の入力口がありまして、こっち側に赤白黄色のね、よく見る3色のケーブルがありますので、HDMI、例えば Fire TV とかここに挿すとね、 HDMI の映像を取り入れて、それをアナログの映像として純正ナビの方に送ると、そういうような、ね、製品になってます。この AVC39 というものと IF36 というものをお使いいただければ、この前期型のメーカーオプションナビは、Fire TV とか iPhone とかの映像を映すことができます。はい。じゃあ次行きましょう。次は、前期型のディーラーオプションナビです。で、ディーラーオプションナビっていうのは、メーカーで装着されるものではなくて、純正ナビの一種ではあるんだけども、ディーラーで選ぶことができるナビ、ディーラー、このお店で装着されるナビのことです。トヨタさんの場合ですと NSZT みたいな型番から始まるナビがこれにあたります。ディーラーオプションナビの場合もこれも映像入力ができます。で、その場合はさっきのメーカーオプションナビより非常にシンプルでして、前期型のディーラーオプションナビの場合はHDC13、 このケーブル1本で、映像入力ができます、ね。このディーラーオプションナビは、まあ、型番によってね、この対応してるしてないあるんだけども、ここ最近のナビですとほとんどこの HDC13 というものでいきます。ディーラーオプションナビの方に挿すと HDMI の映像が映るようになるというような製品なので、このケーブルの先にね、反対側に Fire TV とかiPhone とかをおつなぎいただければそのまま映るということになります。これは非常にシンプルです。じゃあ次行きましょう。はい。次は後期型のディスプレイオーディオの、なおかつ DVD がついているタイプの車ということになります。で、DVD がついている場合は AVX04 という製品プラス IF36 と、IF36 の方は先ほど案内したものとね、同じものです。で、この AVX04 というのは、DVD のオプションがついているアルファドベルファイアのディスプレイオーディオにアナログの映像を入力できるというような製品でして、これとこの AVX04 という製品と IF36 を両方買っていただいておつなぎいただければ映像入力ができると。HDMI の映像を映すことができる。はい。まあ、金額も言っといた方がね、分かりやすいよね。AVX04 の方が税抜きで1万8000円。そして IF36 の方が税抜きで1万2000円かな。になってて、総額税抜きで3万円。税込みだと3万3000円ということですね。合ってる？合ってるよね。合ってると思います。ね、そのくらいの金額感でできますよ。まあ、お店によってもね、違いますし、お店の方で、購入して、その取り付けまでねお願いするとなると、取り付け工賃というものもかかりますので、まあ、必ずこのね3万3000円でできるというわけじゃないですけども、製品だけの、まあ、一般的な価格というかね、そういった形でいうと、まあ、3万円ぐらいでできますよということです。じゃあ次にこれですね、いっぱいあるね。後期のディスプレイオーディオの DVD なし、ね、後期型のディスプレイオーディオの DVD なし、これは
AVX02 という製品と IF36 と、ありがとうね、IF36 という製品でね、いきます。で、こちらがね、この AVX02 という製品の箱と製品の本体という感じになります。まあ、実際のものはね、ここに純正のね、配線がついてる、純正用のね、配線がついてるんですけども、これは本体のみをここに持ってきてます。まあ、このような製品でして、これもね、先ほどの AVX04 と同じような製品なんですけども、こちらは DVD がついてなくても映像入力ができるというような製品になっています。で、この製品は、テレビコントローラーと呼ばれる、走行中に、その映像入力する映像とか、そういったものが走行中にも映るようになるのも内蔵されてますので、別途テレビコントローラーとかを買わずに、これ1個買うだけで映像入力もできるし、走行中にも映るというようなお得な、ね、製品になってますので、よろしくお願いします。ね、この AVX02 と、まあ、さっきからね、何度か、出てきているこの IF36 というものを組み合わせればできますよと。あ、これも金額言っておいた方がいいね。AVX02 が、税抜きで、2万8000円、です。で、IF36 は1万2000円なので、まあ、総額でね、4万円ぐらいのになりますよということですね。じゃあ次、どんどんね、いきましょう。ここにありますね。アルファドベルパイアの後期、30系の後期、そしてメーカーオプションナビのリアモニターがついているタイプのね、紹介をしたいなというふうに思います、ね。このメーカーオプションナビはね、30系の後期のアルファードですと、エグゼクティブラウンジに標準的に装備されている。そしてその他のグレードでも、ちょっと詳しいことはね、カタログ見てほしいんですけども、確か数十万円のパッケージで、このメーカーオプションナビにアップグレードできるディーラー、メーカーオプションがありますので、そういった方についているナビでして、見分け方がね、時々わからないっていう方がいますね。自分の車にどっちがついてるのかわからないっていう方がいるんですけども、どうやって言えばいいかな、メーカーオプションナビの方がわかりやすいね。で、メーカーオプションナビの場合は、必ずこのね、JBL サウンドシステムというものが、一緒にくっついてきまして、モニターの端っこの方に JBL というロゴが必ずついてますので、JBL のロゴがついてたらメーカーオプションナビ、そしてそれがついてなかったらディスプレイオーディオというふうにね、見分けることができます。その他の違いで言うと、ディスプレイオーディオは9インチ、そしてメーカーオプションのナビは確か 10インチとか 10.5 インチとか10.5 だよね、はい、10.5 インチなのでちょっと大きいということになってますので、まあ、その辺でもね、見分けることができるかなと思います。はい、じゃあ、このね、メーカーオプションナビのリアモニター付きの車に対応する映像入力のセットですけども、これはね、 HVX-T01 という製品を使います。こちらの製品ですね、こちらの銀色の製品が本体、そしてこれが箱になってますけども、こういった箱でね、販売をしています。はい、で、実際にはね、こういったハーネスなどがね、3本ぐらいついてくるというようなね、そんな製品になっています。で、こちらの HVX-T01 っていうのはどういう製品かというと、これまでのね、製品と、まあ、同じようなものなんですけども、メーカーオプションナビに対応した映像入力、そして、HDMI の映像のまま、純正ナビに入力できると。先ほどね、案内した AVX ホニャララのシリーズですとか、AVC39 のケーブルとかだと、IF36 っていう製品を使って、HDMI の映像を一旦ね、このアナログに変換しないと、ナビに映らないということだったんですけども、このね、HVX-T01 という製品は HDMI のね、まま、高画質なままね、純正ナビに映すことができるので、非常にシャープでね、高解像度の映像を見ることができます。そして、このリアモニター付きのね、車用の紹介なので、もう一個ね、いるものがあります。それがね、IF33A というね、これは HDMI の映像分配器と呼んでいるものになります。ここにね、HDMI
1イン2アウトって書いてありますね、1入力2出力という、ね、意味ですけども、こちらに HDMI の 入力口 HDMI インというふうに書いてあります。でこちら見ると HDMI アウト1アウト2というふうに書いてまして、1個の HDMI の映像を2つに分配するという分配器になっています。なのでこちらの製品を使うと、例えば Fire TV の映像とか iPhone とかの映像を前用のフロント用の映像と後ろ用の映像に分配をして、それぞれに入力することができます。これによってリアモニターにも映るし、前にも当然映るということができます。これ紹介逆の方が良かったんで、まあいいか。はい、最後にね、紹介するのが、アルファドベルファイアの30系の後期のメーカーオプションナビのリアモニターなしの車ですね。この場合はもう分かっている方もいるかもしれないんですけども、先ほど紹介した HVXT01 というね、この製品だけでHDMI の映像を映すことができます。分配器はなしで、まあね、リアモニターがついてないので、この製品だけでね、入力することができますよということになっています。我々のね、このビートソニックはこの30系のアルファードの全てのね、車種というかね、その純正装備に対して、まあ、どの方でもミラーリングや映像入力ができるという製品を持ってますので、もしね、自分が前期なのか後期なのかわからないとか、どの装備についてるのかわからないみたいな人いるかもしれないんですけども、概要欄に貼ってある製品の情報ですとか、まあ、それでもわからなければ、まあ、電話やメールでの問い合わせみたいな形で、ぜひこのね、映像入力検討してもらえると嬉しいかなというふうに思います。やはりね、この YouTube とか Netflix とかAmazon プライムビデオとかね、みんな見ますよね、はい、最近ね、子供とかもみんな YouTube 見る方が長いよね、普通のテレビよりも。まあそういうようなね、時代の移り変わりもありますので、まあ、車の中でもね、家で見てた例えば Amazon プライムビデオの映画の中断したところから車の中で見るみたいなこともできますし、まあ、子供さんがねいる方とかだと、子供さんが後ろでね座っている時に、まあ、ロングドライブの時とかね、いつも見ているこの Amazon プライムビデオとか Netflix の動画を車の中で再生するってことができますので、非常にね有効かな、有用かなというふうに思いますので、ぜひね検討してもらえればいいかなというふうに思います。じゃ以上が、映像入力のね、紹介でした。ちなみにこれは配線は全部カプラオですか？そうなんです。うちの製品は、まあ、ほぼほぼと言っていいほど、すべてカプラオンになってまして、まあ、カプラオンっていうのは、純正の配線を切ったりとか、そういうことをやらなくても、コネクターを差し直すだけで、取り付けが完了するという製品でして、先ほど紹介した AVX のシリーズですとか、HVX のシリーズっていうのは、すべてカプラオンでの取り付けができます。そしてアルファード用があったかちょっと忘れたんですけども、取り付け動画みたいなものも我々の YouTube チャンネルでね、公開してますので、もしねナビをちょっと取り出して後ろ側の配線みたいなことを自分でもやりたいなというふうに思ってる人は、その動画を見ながらねやってもらってもいいんじゃないかなというふうに思います。当然ね、全国のカー用品店さんですとか、新車のディーラーさんとかですとかそういったところでもね、そういうところで買っていただいたりとか、そういうところで、取り付けすることもできますので、まあ、自分でやりたい方はやっていただいてもいいですし、どっかのそういったねお店様に、お願いするっていう方も非常に多いかなと思います。あとなんか話しといた方がいいことなんかあったっけ？あと iPhone をミラーリングする場合、そうだね、はい、先ほどもねちょっとね、概要欄から見てくださいというふうに言っちゃったんですけども、うちの場合 iPhone を映したいっていう方が一番多いかな、多分 ね、うん、最近は Fire TV の方とかも多いけどね、iPhone が一番、まあ、簡単でねやりやすいというのがあります。
iPhone をミラーリングするときはね、ここに書いてあるこの白いね短い、ケーブルを買ってもらう必要があります。これね我々の製品ではないんですよ。これは、Apple から出ている iPhone の、まあ、純正品、みたいなものでして、デジタル AV アダプターという名前で、Amazon とかでも買えますし、多分家電量販店とかでも買えますし、まあ、様々なところで売ってますので、iPhone を移したいなっていう方は、このデジタル AV アダプターというものを別途買っていただくと。で、この製品は、iPhone から HDMI の映像を取り出すアダプターでして、まあ、これがないと iPhone から HDMI の映像を取り出すことができないので、必ず純正品の、ね、ものを買ってもらえばいいかなと思います。一部ねこの純正品でない、このデジタル AV アダプターっぽいものみたいなものもいろんなところでちょっと売られたりするんですけども、そうするとなんか映らないアプリがあったりとかするよね。音が出ないとか。なので、まあ、必ずね、確か6000円ぐらいするんですけども、純正品をね、買っていただいた方が間違いないかなと思います。ディスプレイオーディオでリアモニターをつけた場合、うんうん、リアモニターにはどういう映りますか？それも問い合わせ多いね。ディスプレイオーディオで、まあ、DVD についててもついてなくてもいいんですけども、ディスプレイオーディオで、リアモニターのねディーラーオプションの設定があるので、アルファードの場合ねリアモニターも装着されてる方が多いんじゃないかなという思います。こっちのリアモニターじゃなくてねこっちの方ですよね、ディスプレイオーディオに、ディーラーオプションのリアモニターを装着した場合ですけども映ります。DVD がついている方は DVD も映りますし、この AVX02IF36 っていう製品をお使いいただいたその映像入力する映像ですね、 iPhone の映像とかも後ろに映すことができます。でこれについてもう少し詳しく説明しておくと、 AVX02 とか AVX04 とかね紹介させてもらった製品っていうのはこの純正のディスプレイオーディオ側から見ると DVD の映像として認識されてるんですよね。なので映すときも DVD のボタンを押すとこの iPhone の映像が映るみたいな形になるんですけども、 DVD の映像として認識されてるので当然リアモニターにも映るというようなね形になってます。はい、あとは何かよくある問い合わせとかありますか？よくある問い合わせはそんなところです、ね、そんなところだね。はい、はいはい、じゃあね、今回ねこうやって1から5まで話すつもりだったんですけども、ちょっと1番しか話せなかったので、今回はねこの1番だけ、にして、また2番3番4番5番という形で、また後のね動画にしようかと思います。でこの映像入力のね、ところなかなかね、いろんな製品の組み合わせで、やることになるので少しややこしいことねあるかと思います。自分の車の場合はどうなんだろう、この製品とこの製品を買えばいいんですか、こういったアプリは映せますかとか、いろいろね、分かんないこともあると思いますので、まあ、そういったことありましたらぜひコメント欄の方にね、書いていただければすぐ返信できるかわからないですけども必ず返信をいたします。そして何かですね、今後こういうことも知りたいよみたいなこともあれば、それもコメント欄にね書いてくれれば嬉しいなと思います。でこの映像入力にね、興味が湧いたとかですね、今度こういった映像入力やってみようみたいな形でね、この動画がまあいい情報だったなというふうにね思ってくれた方はぜひねグッドボタンですとか今後のねチャンネル登録みたいなこともやってもらえると嬉しいです。この後の動画もお楽しみにしておいてください。じゃあね。